ヘルスワーカーの人たちが追加分のお金をね、もらえてないみたいですね。これは保険証の不正汚職か。それがね、バナナ売りやったみたいですね。ロックダウンは延長されるのか。ジェジェジェ。あいなこう。エドワードです。今日もね、ちょっと曇り気味の晴れですね。まあ晴れは晴れですね。うん。皆さん、フィリピンしてますか？まあ、今日はね、ちょっと晴れておりまして、気色がええ日ですね。まあ、こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと。30度。涼しいですね。ほんで、湿度が 70% ですね。高いですね。これは完全に後から雨が降りますね。今はだね、朝ですからね。今日のニュースの情報元は、PTB、GMA、CNN、イスコモリのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さて皆さん、現在ね、フィリピンはニューケースが増えに増えておる状態なんですね。ほいで病院はクリティカルレベルに達してしまってきておるような状態なんですよ。そんな中、病院で働くヘルスワーカーの人たちがじゃんじゃんね、辞めていっておるようなんですね。患者さんは増えておるのにヘルスワーカーが辞めておるというね、何やらおかしなことが起こっちょります。これはなぜか、知らず相手聞かせやしよ。実はね、このパンデミックが始まってからハザードペイって言いましてね、給料にさらにね、追加分を払っておるんですね。ヘルスワーカーの人たちにね。まあこれはね、嫌じゃないでしょう。さらにね、ヘルスワーカーの人たちでもしも感染をしておったりとか、まあそれでね、亡くなってしまったりとか、まあそういった場合にもね、追加でお金がね、出るんですね、今ね。これらをね、バヤニハン1とバヤニハン2って言うんですけどね。ヘルスワーカーの人たちは、トイレ行く時間もないようなほどね、毎日毎日働いておる人たちも出ておりましたからにね。だがしかーし。このお金がね、一部の人たちはもらっておるようなんですが、一部の人たちがね、もらってないみたいですね。これでね、たくさんのコンプレインが入っておるようですね。もらわれへんのならやめちゃるわい言ってね、やめるヘルスワーカーの人たちも、なまらようさん出てきておるみたいですね。まあこういった問題が現在出てきておると、そういうことのようですね。ほんで、これらのハザードペイのお金を出すのは誰か。それがね、保険証 DOH なんですね。ほいで、これは保険証がこのお金をね、自分とこの懐に入れとるんちゃうか。なんや、不正汚職か。なんていうね、噂も流れたりしておる今日この頃ですね。ほいでね、上院議員が出てきましたね。これで上院議員が保健省のトップのドゥケ・シャンに質問をしたんですね。上院議員は一部のヘルスワーカーはこのお金をもらっちょるのに、なんで一部のヘルスワーカーはもらえてないのか、ちゅうてね。そしたらばドゥケ・シャンは、それは予算がなかったからだって答えておるんですね。この予算っていうのは、バヤニハン1とバヤニハン2としてね、中央政府から保健省へ来るんですね。したっけね、保健省が中央政府からこのお金を受け取りますでしょう。これでもね、このハザードペイをヘルスワーカーの人たちに払うのにも期限っていうのがあるんですね。いつまでに支払わんと飽きまへんえ、言ってね、そういうのがあるんですよ。その期限ギリギリって中央政府は保健省にお金を渡しておったと。ほいでね、保健省も保健省って、その後にヘルスワーカーの人たちにそのお金を渡すための確認とか、承認のね、手続きがあるんですね。だもんでね、それらをやっておったと。ほいでもその手続きをやっちょる間にその期限が切れてしもったと。したっけね、それらのお金が彼らヘルスワーカーの人たちにハザードペイとして支払われなかったと、ドゥケ・シャンは言うちょるんですね。これはね、中央政府のその予算を出す側もお金を出す場合はたくさんの証人やらがいるので時間はかかりますよとは言うておるんですね。ほいでね、それらのお金が現在どうなっておるのかというと、誰かがね、こう、猫ばばしちょるとか、そういうことではなくて、保健省の予算にね、一旦こう回されておるんですよ。まあ、ということが起こっておったせいで、ヘルスワーカーの人たちがお金をもらえてなかったようなんですね。ほいでね、そのやりとり自体はまだ続いておるんで、今後ね、さらにアップデートはされていくでしょうね。ほんで、この保健省のドゥケ・シャンを首にして、新しいのをトップに持ってこいやみたいな話もね、出てきておるんですね。
これでもね、そんなことしてもね、同じことがまた起こるんですよね。問題はね、そんなところにないんですよ。皆さんご存知の通り、フィリピンのね、こういったシステムっていうのは非常にね、弱いんですね。ちょっとした手続きにもね、門芸ほどの時間がかかるでしょう。皆さんも経験があるんではなかろうかと思う今日この頃でございます。したっけね、そういった部分を変えていかないと、誰がトップになってもね、同じことをこれ繰り返すんですよね。しかもそんなシステム、明日明後日で変えることなんかできるわけもないですからね。ほいで、こういった保険証のニュースが最近ではね、かなり、ね、ジューシーなんですね。まあ、松坂牛の肉みたいにジューシーなもんでね、どこのメディアもね、保険証関連のニュースをね、流しておりますね。こう言ってもね、フェイクニュースも結構流れておるんですね。ソーシャルメディアなんかを使いましてね、人々人が噂とか、ほんまはこうなんちゃうかみたいなことを言うておったりするんですよ。それが巡り巡ってフェイクニュースにまでなってきちょりますね。ほいで、そんなを信じちょるも結構多いみたいですね。フェイクニュースはあかん。ほいでね、フィリピンではまだまだデルタの猛威がどてらいことになっておりますね。オクタリサーチによると、現在のフィリピン全体のリプロダクションナンバーは 1.54 みたいですね。これがね、この間は 1.5 やったみたいなんで、ちょっぴり上がっちょりますね。ほいで、フィリピン全体のニューケースの数も8月4から8月10までの間の1日の平均が9088人やったようなんですね。ほいでもね、8月11日から8月17日までの間やと、1日の平均が12,788人まで上がっておるようですね。ちゅうことで、3000人以上上がっちょると、そういうことですね。ほいで、 ICU の利用率は 71% で、ポジティブレートも 23% まで上がっておるみたいですね。で、これがメトロマリナならば、ニューケースの数が8月4日から8月10日までの間の平均が2315人やったようですが、8月11日から8月17日までの間なら3527人まで増えておるようですね。確実に増えちょりますね。ほいで、メトロマリナのリプロダクションナンバーは 1.78 で、8月16日に 1.9 やったようですが、ちょっとね、落ちたようですね。ほいで、 ICU 利用率も 69% みたいですね。で、現在いっちゃん危険やとされておるんが、トゥゲガラオシティのようですね。トゥゲガラオではアタックレートが 57.11% まで上がっておりますね。ほいでね、ニューケースの数も前の週と比べて 42% も上がっておると。さらにトゥゲガラオでは ICU は 91% まで上がってしまっておるようですね。さらにね、バターンのマリベレス、ここでもアタックレートは 52.14% とかなり高めとなっちょりますね。ほいで、マカティシティで、マカティのアタックレートも 44.47% まで上がっておるようですよ。さらにニューケースの数も191人から281人に上がっておりますね。続きまして、ラグーナのサンタローサ、ここでもアタックレートは 41.67% で、ニューケースの数も99人から165人に増えちょりますね。さらにナボータスシティ、ナボータスでもアタックレートは 36.95% で、ニューケースの数は92人から100人に増えちょると。現在はこんな感じのようですね。なんかマカティって必ずこの危険な状態の街に入ってきちょりますね。マカティはね、外人さんも多く住んじょりますからね。日本人も多いですね。えらこっちゃです。ほいで、現在の規制の ECQ ですけどね、これがね、明日までなんですね。ほいで、これが延長されるのかどうかをメトロマリナの市長たちの間で話し合われたみたいなんですよ。ほいでね、延長するに投票した市長が多かったみたいですね。まあ、ほいでもね、最終的にこれは IATF の判断に任せるとメトロマリナの市長たちは言うておりますね。まあ、明日までですからね、今はね、朝ですから、これについての発表は今んとこないですが、多分夜ぐらいには発表があるんでしょうね。ほいで、昨日の8月18日の感染者数ですが、11,085人ですね。もう1万人は超えてきて当たり前になってきましたね。これで全ての合計は
177万6495人ですね。1万1628人が回復をしまして、161人が亡くなってますね。で、現在のアクティブケースは10万5151人ですね。アクティブケースもね、10万人は当たり前に超えてくるようになってきましたね。こんなんどっす。ではここで喉を潤しますよと。くぅ、今日はね、アポジュースですね。本でね、オリンピックでゴールドメダリストに輝きましたディアス選手ですけどね、まああれは感動のウェイトリフティングとしたね。フィリピンの歴史が変わった瞬間としたね。ほいで、たくさんのインセンティブがもらえることになりましたでしょう。今までもね、お金、コンドミニアム、車なんかを紹介しましたでしょう。覚えちゃる？ほいでね、今回はイエトスね。フィリピンオリンピックプレジデントのバンボルシャンが互いたいの家をディアス選手にあげますよって以前発表しておったでしょう。あの家ですけどね、ついにもらったようですよ。その家っていうのがこんなんどっす。なかなか生かす家ですね。ここの家の広さが220平米にもなるようですね。いや、これは夢がありますね。さらにね、ディアス選手はウェイトリフティングのポーズも取っちゃりますね。こんなんどっす。やっぱりね、持ち上げられるのかっていうのはね、ウェイトリフターにとって大事なことのようですね。ほいでね、さらにほら、3人メダリストが出ておりましたでしょう。あのパーラム選手に、ペテシオ選手に、マーシャル選手ね。この3人にもね、同じくバンボルシャンから互いたいの家が贈られますね。ほいでディアス選手はまたマレーシアに戻りまして、来月からトレーニングをね、再開するみたいですね。11月1日にペルーのリマでワールドチャンピオンシップがあるみたいですからね。そこでもまた活躍するんでしょうね。ほいでね、このディアス選手には実はね、彼氏がおるんですよ。皆さん残念でしたね。それがね、コーチでもあって彼氏でもあるんですね。ちゅうことで、2人でね、勝ち取ったゴールドメダルっちゅう寸法ですね。こんなんどっす。しかもね、このコーチって名前を聞いたらね、皆さんが興味を示すと思います。このコーチの名前っていうのがヒカルっていうんですよ。どげや興味持ったでしょ今。そうです、そうなんです。お父さんがね、フィリピン人で、お母さんがジャパニーズなんですね。しかもね、アメリカ国籍でグアムで育ったようですね。なんや、ようわからんでしょう。まあ、ほいてもね、そんな人のようですね。二人の愛を妨げるもんなんかないやん。素敵やん。本でね、以前、オニオク・ベラスコっていうね、ボクシング選手の紹介をしましたでしょう。1996年のオリンピックではシルバーメダリストになっておったにもかかわらず、もらえるはずやったお金とかそういったもんをね、もらってなかったんですね。まあ、この人とすね。ほいでね、このベラスコさんですが、このお金をね、現政権でね、もらえたんですね。これはね、非常にね、嫌じゃないですね。ほいでさらにね、チュックストゥーゴーっていうね、まあ、チキンのお店があるんですよ。ベラスコさんはこのチュックストゥーゴーからお店をね、1軒もらったんですね。さらにチュックストゥーゴーのオーナーから10万ペソまでもらったんですね。それがね、これとすね。このチュックストゥーゴーのチキンはね、デージマーさんどすからね。実はね、僕もね、ずっこずこ食べてますからね。実はこのチュックストゥーゴーがさらにやっちょるんですよ。これがニャンと1988年まで遡るんですけどね、韓国のね、ソウルでオリンピックがその時あったらしいんですね。で、そのオリンピックでブロンズメダリストになっておったレオポルド・セランテスっていうね、まあ、フィリピン人のボクサーがおったんですね。で、この人が現在59歳なんですね。しかもね、入院をしちょるんですよ。どうやらね、慢性閉塞性肺疾患っていうね、病気で長いことね、闘病をしておるようなんですね。この人とす。
これでチュックス2号のオーナーのマスカリニャスさんはフィリピンのスポーツの英雄に敬意を表したいと、私は彼のサポートをしたいということで、レオポルト・セランテスさんが天に召されるまで毎月10万ペソをね、チュックス2号から受け取れるようですね。それがこれとすね。家族の人たちが泣いちょりますね。治療にはね、お金もかかりますからね、これは助かるでしょうね。ほいでね、このことをね、セランテスさんが病気で入院をしちょると、このね、チュックス2号のオーナーに伝えておったのが、オニオク・ベラスコさんやったみたいですね。同じくボクサーでオリンピックメダリストになった人がおって、今は苦しんでおると伝えておったみたいですね。ダモンデモンで、チュックス2号のオーナーは、いても立ってもおられへんようになってしもうたっちゅう寸法ですね。皆さんもね、僕のように、チュックス2号のチキンをたっぷり食べましょうね。こういうの嫌じゃないね。ほんでね、マニラですけどね、マニラでトラフィックエンフォーサーが捕まっちょりますね。マニラってね、ほら、もともと警官とかトラフィックエンフォーサーが金よこせみたいなのが多かったでしょう。まあ経験がある人もおるでしょうね。ほいで、イスコマリの市長がこういったことをやる警官とかトラフィックエンフォーサーがおったら通報するようにってね、アナウンスメントをしちゃうんですね。ほいで、ようさん通報が入ってきまして、そういう人たちをね、ようめは全員クビにしたんですよ。で、クビにされたらえらこっちゃっていうことになりまして、こういった不正がね、かなりね、なくなっておったんですね。ほいでもね、再び事件が起きておったようですよ。マニラでね、こうバイクに乗っておった人がおったようなんですね。で、このバイク乗りは違反をしたと、まあ、ということで、まあ、トラフィックエンフォーサーが止めますわね。で、トラフィックエンフォーサーがね、見逃してやるからな、わかるな、言うてきたんですね。で、まあちょっとこっちおいで、こっちで。で、そのトラフィックエンフォーサーがそのバイク乗りを連れていくんですよ。そしたらば、そこにはバナナを売っておったベンダーがおったんですね。ほいで、バナナを買うふりをして、バナナ売りに150ペソを渡せって言うてきたんですね。ほいで、バナナ売りからこの不正トラフィックエンフォーサーにその150ペソが渡ると。まあそういう寸法みたいですね。まあうまいことできちょるでしょう。これをね、一日に何人もの人たちにこのトラフィックエンフォーサーはやっておったようですね。まあ、150ペソと安いでしょう。ほいでもね、いっぱいやればこれも大金になりますからね。だがしかーし。これらのやりとりをね、一部始終撮影がされておったんですね。ほいでそこでね、バッチリとこのやりとりが撮影がされておったんですね。それがこちらどす。Ayan. Ayan. 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 これでこのトラフィックエンフォーサーは即刻クビになりました。チャンネル登録グッドボタンお頼もうします。それではお後がよろしいようで。